よっしゃやりましょう。約2週間ぶり、うんですね。今日は、品田のアナザードラマを頑張ろうかなと思っております。バッティングのやつやね。今から1時間後、2時間後ね、タイムシフトとかで見る人はこう飼育バーをガガッと動かしてもずっと同じような映像になってることを受け合いですけども、今日はそういう日だからということでね。うん、いやもう過去にもうね、4時間5時間タクシー運転してただけの日もあれば雪山で動物を売ってただけの日もありましたから、何も問題はない。うん、いつも通りですよ。こういうもんですから。じゃあバッティングセンターに行けばやな。うん、アイドルだけの日もあったし、今日はバッティングの日、そういうことやね。ちょっとちょっと待てって、マジなんなの。前回質屋で、なんか高級、何バッティンググッズ買ったから、ちょっとその辺も反映されるってことやね。逃げれてるから、よし。おお、あれあれ、若い女の子になってるやん。おばちゃんは？急にやめた。あ、そう。名古屋組の関係でか。あ、そういうことか。常連っていうか、まあ長いこと来てなかったけど、村井美希っていうんで、よかったらみーちゃん、みーちゃん、よろしくよろしく、華やぐわ。うん、たっちゃんって呼んで、もう、うん、男前。ああ、高杉さん、あの高杉さん、ん、ほう、ああ、そうなん、そうなん、電話してたっけ。顎が疲れるとか言ってた子かな。恥ずかしいわ。え、恥ずかしいわ。ちょっと我慢せえや。はいはいはい、ありがとうありがとう。よかった、なんかおばあちゃんの時に来てなくて逆によかった。若い女の子に見られながらやったらちょっと頑張れるわ。装備、ほらほらほら、なんやエビフライバットって。
ダウンロードコンテンツで入手。勝手に。え？ヒートアイがすごい。ってことか。エビフライバット。いやいや、まあ、とりあえず、まあ、高級木製バットやろ。いきなりそういうのある。はぁ、あ、はぁ、あ。効果音めっちゃ気持ちいいんやけど。この。めっちゃ気持ちいい、この音。よし。一生聞ける。うん。能力的には、そのヒートアイのシステムとか忘れたな。スローがかけられるんやったっけ？見るのはバッティング設備を見るんでしょ？そうじゃなくて、こっちやからね、今日やるんはね。僕の魔球を打てる人募集。まあ、こういうのからやっていこう。びっくりした。ねえ。うせやん。財布財布取る？いや、返してもいや、いやもう、なら僕と勝負してよとか言うてる途中にもう首グーン掴んで。取り返そうや。ちゃうやん、ちゃうやん。小銭しか入ってへんってバレてるんちゃう？うわ、腹立つ。あ、めっちゃ腹立つ、こういうの。芝箱ブログがすぐブログにアップするやつな。腹立つわこういうやつ。何が脱がすか。腹立つわ。あー、まあもう話聞けよ。こいつから先しばくか。首が変な曲がり方してるわこいつ。お前も合わせてくるんかい。おいっ子っていう設定に。悪い顔しとって。いやねこいつ。いやもう腹立つわ。腹立つわ。曲げわっぱ6号10球中3球ヒット。うん。1号から5号まで気にならへんわ。まず操作方法を思い出さな。あ、かっこええ。あ、ほんまや。配信始めたつぶやきしてない。ごめんなさい、ちょっとします。すっかり忘れとった。この時間を利用して操作方法の確認。L1 でヒートアイな。
避けるっていうのは今んとこ使わんで、使わなあかん場面なかったよな。オッケー、やりましょう。曲げわっぱ6号ってどんな球やろ。うわー、一丁前に一丁前になんか粉つこてるわ。あー、違う。ヘボ。なんやねん、なんやねん、なんやねんこいつ。そんな球で、そんな球で、おいおいおい、話にならんな。お前の財布もよこせや。135ぐらいまでは心配なさそうや。ご褒美ってなんやろ。丈夫な長い棒。ちょっと嬉しい、武器か、嬉しいな。はい。いや、財布取ったらあかんわ、それは。オッケー。レンジが三角四角×丸ってあるけど、どれか一個に偏ってもいいよな。丈夫な長い棒。おお。そんないらんけどな、でも。見てた？みーちゃん。今の俺の活躍。あんなガキンチョもバチコーン言わしたったで。メインミッション行くわ。賭け勝負。バチコン言わしたったわ、まあ、あのぐらいのガキンチョ。ん？なんや？高峰。小遣い稼げるかもしれん。ワンアウト勝負で、おお、あ、ほんまの、ほんまの野球形式ってことか。ついに。ボールとか、そういうのもあるってことかな。バレてる。四角なんだわ。うん、取るな。ただ、ああ、そうなんだ。白川はどういうつもりやねん。勝てば5万。負けても問題ないの。やるやる。100戦ぐらいやる、100戦ぐらい。ワンアウト勝負っていうことがちょっと気になるな。また別のチュートリアル始まるかな。全力で来い。ないか。1打席注意ちゃんだ。恨みはないけど勝たせてもらうで。こっちこそや。ええ顔するな。
あーあああかん、ボールや、ボール振ったらあかんな。むずいな、基本的に三角で。これも、おーボールな、よし。おら、しゃあ、とっさに三角で打とうとしとったけど、球の変化に合わせてとっさに丸ボタンで打つって、 めっちゃ気持ちいいなこれ。ほんまにこのバッティングのシステムめっちゃいいんちゃうの、これで作ってないのゲーム。エメリーボール、何それ。マジか、イカ様か。バッティングセンターのボールに混じっていっとる。そのボールが今どんどん混じっていっとるぞ。みーちゃんが困る。来るんかよお前。うん、昔はありやったんや。なんやねんこいつは。いや、もう今やってもええけどな別に。改造人間とかならへんやろな。よーし、みーちゃん見てた？バチコーンやったったで。うん、サブミッションも行くか、飲み仲間募集。サクサク進むなぁ。まあ高級グッズで揃えたしな。一つ一つのアクセサリーが合ってないわ。うん。おうおうおう。ええ話やん。え、どういうこと？飲んでからバッティングするんか？ワンカップや。めっちゃ飲んでる。あ、もう怖い。怖い。いや、野球やめろとは言うてへんやんか。酒の話やって。いや。やるやるやるから。いや野球やめんでええし、ほんでフラフラしてあのバッティングの球直撃してしなへんかな。酒をやめる。いやもうやめんでええって。5球勝負。酔っ払い嫌やわ、酔っ払い嫌やわ。フラフラするとか言うてる。操作に影響出るかな。うわー、視界が歪んでる。
マジか。あかんかんかん、グワングワンしてる。これはこれはきつい。打てへんかもわからん。これは打てへんかもしれん。あーくそ、ファールか。ほあーくそ、ボタン間違ってるな。ほほらオッケー、なんとかなったわ。あー怖かった。ガンガンホームラン打つな。あ、酒やめて野球やめて5万払え。ああ、寝るんかい。怒って泣いて寝るんや。酒のポテンシャル全部引き出してるやん。ええ顔。バタバレと飲んでね。いや遠慮しとくわ。さっきのガキンチョよりよっぽど子供っぽかった。飲んでねじゃないわ。今日はどうするのってみーちゃん。おお増えてる。緊張とはもうやりたくない。手術が怖いんです。ホームラン打って手術の決心させるやつな。行こう。医者の方が来たりしてな。うん絶対あかん。絶対この状態で来たらあかん。うわぁ体悪そう。おぉおぉおぉ、死んでるんちゃうの。バットを握れなくなる。ああ野球は好きなんや。ああ、こういうのみーちゃんが止めなあかんのちゃうの。ギリギリ手遅れになるまで手術を。あかんかんかん、何言うてんの。いやもうしゃあない、それはしゃあないよ。もうさっき打ってたからもうそれでよくない。もうだけか、言うな品田。3球だけでホームランを打つよ。4球以上だったとしても3球以下なんだよ。失敗したとしてもなかったことにできるんだよ。よし、すごいんだね。よっしゃ来い。三角で捉える。うわっ
まあせやわな。うん。じゃあここで手術をするんだよ。打ってくれるんだね。笑うと気持ち悪いから早く手術して。ん？ほー、オーケー。バットが握れなくなる。そっちのバットかよ。えへへやるか。なんやねん。おう、おう、おう。で、反発ジャケット。なんやねん、もう行ってこい、はよ。行ってこい。行ってこい。ほんま。はぁ、あ。一皮むけてこい。今日はどうする、もうどう、みーちゃん。ちょっともうサブミッション余裕やなぁ。あ、でもデッドボール番長に遭遇して怪我をしました。皆さんもご用心。で、避けるっていう要素が必要になってくるんちゃうか。ガンガン行くぞ。ん？こいつがデッドボール番長。なんでバッティングセンターでやるんかな。グラウンドでやれや。はあ、あかんやん。やめてまえや。あ、やめてるけどやってまうってことか。おい、なんとかしたりや、こてつ。めっちゃ怖いやん。ジャイアンの考え方や。嫌なこった。あかーん。あ、簡単やったわ。あ、え、R1 で避けるんやったっけ。おお、グラウンドや。オリジナルルール。俺は乗り込んでからフォアボールはなし。デッドボールになったら。なんでこんな涼しい顔でそんなこと言えるん、こいつ。デッドボールになったらお前の負けだ。めちゃくちゃやな、こいつ。それは嫌やな。笑ってるで。じゃあ避けなあかんねんな、デッドボールに来そうな時は。かっ飛ばすぜ。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。 R1 で避ける。まあまあ来るやろうから、ちょっと避けてみよう、ちゃんと。
お、どのタイミングで。おお、そういうことか。ああ、こういうことか。うーわー、でもこれ。おお、あら。これでいいんか。よし。よしよしよし。当てたかったけどな、あいつに。そういうことな。デッドボールに来るときは、あの、警報が鳴るんや。よしよしよし。急激に老けたな。急激に老けたぞ、こいつ。褒めるなぁ。なんやねん。なんやねん。おお。最後握手とかじゃなくて、あの、物の受け渡しっていうのはなんか嫌やけどな。怖いやつもおったもんやな。結局向かい合ってるしな。はあ、いや、バッティングええな。サクサクでいいぞ。メイン行くかな。野球経験者の方へ。おうおうおう、なんや。息子の投球を見ていただきたい。おう、はあ、青少大附属名門な。うん、香川照之さんじゃないですか。なんでこんなとこに。よしよし。これって打ったらあかんのかな。いや、でも打つよ俺は。うんうん。打つ打つ。息子さんの夢はここで終わりや。大丈夫かな。めっちゃ仲変かな。全力で来い。めっちゃデッドボール狙ってきた。どうしよう。ええ顔するな、ほんまに。よいしょ。乗ってきた。よし。
やめてまえ野球。よし帰れ。請求力のお守り。うん。はあはあはあ、なんか。裏ルートってこと？こいつ。ええ話になってる。まあ500万払わんで済んだんでしたら、まあまあじゃあまあその分私に。いくらか、まあその包んでいただけましたら、黒崎、なんやお前がか、黒崎やな。川崎。よかった。うわ、全く相手にされてない黒崎、かわいそう。こいつも野球で襲いかかってくるんやろな。野球で襲いかかってくるの意味が分からんけど。ただじゃすまさんとか言うてるけど、暴力的なことをしてくるわけじゃないんやろな。見てたみーちゃん。あれ、俺さっき何ももらえてなくない？みーちゃん。なんか欲しかったのにな。あの親子何にもよこさんかったな。どんどん行くか。キャンペーンのお知らせ。マシン導入キャンペーン。あ、そうか。お守りもらったか。請求力のお守りって言ってた。何や、請求力のお守りって。全力疾走しながらの。あれか。あの、捕まえる、チェイスの時のやつか。一応つけとくけど。まあまあ、ええわ。やる。マシン導入ってもう完全にロボピッチャーのこと言うてるよな、これ。
145キロ、10球中ホームラン5本、わあむずそう。なんやねんお前、物陰からずっと見てたん。暇なうん、はいはい、うん、俺のこと好きな。打つか。10球中5球はすごいな。いこ、ほい、レイ、幸先よし、ほい、おら、いけるな。5球でええなこれ。おれー、あーこりゃ余裕やわ。4球でええわ。打った球が分裂してホームランになるわ。ほらあか、斜めは難しい。斜めの場合はどっちのボタンを押したいか分からなくなる。よいしょ、そうか、斜めで追いかけるより横に行った方がいいかも。よー、くそ、このまま行くよ。全部前飛ばしてますから、全部前に飛ばしてますから。でこのホームランエリアが広いもんな、そもそも。よし、カーソルほとんど動かさんでもボタンだけでほぼストライクゾーンカバーしてるもんね。これは問題ないな。ラストまでいけんちゃうかなこのまま。うんうん、見てた見てた、ありがとう。いらん、お前がくれるんかい。え、ああ俺のこと好きやん。どんどん勝負をこうけしかけてきて、どんどん景品で俺の家と衣服が豪華になっていくみたいな。兄ちゃんどう、このマフラーいる？ネタ随時募集中、ガンガン行くか。うん、ハゲ方、バレてる。なんか頭が独立してる感じするなこれ。頭がゆらゆら動くおもちゃみたい。怖い。朝だ。
おお。髪型どうなってんの？大五郎。大五郎みたいな頭になってるけど。え？違うのにな。お前の顔もその輪郭も二度と見たくない。何やねんそのシャツの柄。腹立つな。監督のこと言われたら怒るかもな。でやねん。スーツで。どんな勝負やねん。10球中5本ホームラン打てたらお前の勝ちってどんな勝負やねん。有利すぎるやろお前。あかんかん、やめよう品田。そんな勝負は受けられへん。あまりにも相手有利すぎるわ。うん、あかんかん、もうこんな口車乗ったあかんわ。話ならやめようやめよう。うん、受けてるー。よし行くか。やる気あるー。完全にイブマサト。おお、スーツに白い粉いっぱいつけたで。おい、受給いらんなこれ。呼吸でええな。はいはい、最後最後、おいでおいで。はいはい、最後最後、おいでおいで。おい、よし。まあこういうもんやわな。うん、家探しとけお前は。マリモみたいなやつと一緒に。ああ、はい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 、ありがとう。黒崎来る。
もうその白いのと黒いのがもうバッティングセンターの外からずっと覗き込んでる設定やめへん？もう。それ好きやな。うん。うん、お疲れお疲れ。うん。みーちゃん、ご飯でも行こうや。ちょっと、ガキンチョ、とつこうか。携帯。お前、どういう才能やねん、それ。普通にお願いしてこいや。ああうろたえとる聞いとる10球中3本ヒット。いやもう全然ええけど。新しい魔球なんやろ。迷惑やな、こんな勝負。かっ飛ばすぜ。しかも真ん中の真ん中でやってるもんな。どんな球やろ。おお、なんや今の。打てたけど。ああ落ちる。球種はそれ1個だけか。違う、これは難しい。どうや、よいしょ。落ちると思わしといて、あんま落ちひん場合もある。死ねえ。よし。携帯返せよ、ほら。トマフォーク9。コーチのとこに案内しよう。いや、あー、あー、なんかそんなん言うてたな。誰か言うてた、桑田か誰かが言うてた気がする。じゃあ多分こうやったやな、せやな。うん、我流。おお前あんまりおらへんよな。
なんやねんこのベルト。なんやねん。自分がダウンしたときに周囲の敵を巻き添えできる。ええやん。ええやん。ん？おう。うんうん。はいはいはい。人を巻き込みがちやからな、あのガキンチョ。使えるやつやん。つけとこ。制球力のお守りとかどうでもええわ。しかも成長したわ。昼見にくくなる。合体はいるよな。トンファー連木の極み。行こう行こう。よし。一度も使われることなくお守りは役目を終えましたとさ。